Francis McDonald. Junior Bang Bernardo. 98年は俺の番。南アフリカの号はマイク・ベルナルド。さあこのマイク・ベルナルドはこの98年あるいは優勝候補の本命かとも言われていますが、藤原さんはこのベルナルド非常に応援してますね。そうですね、今日も気合い入ってていい感じですね。乗りに乗った、あっと、モーリス・スミスからキスのプレゼント。しかしこれはこれから起こる嵐の予感なのか。ベルナルドの初戦はベテランモーリス・スミスです。さあ第1ラウンドです。98年ベルナルドがついに頂点に立つことになるんでしょうか。入場から2人ともやっぱりプロですよね、もう本当になんかプロの輝き持ってるっていう。モーリス・スミスも今日気合入っててよかったですね、入場見る限り、今まで一番入ってましたよ。入ってましたね、モーリス・スミスはこの前のラスベガスではホーストと、フルラウンド戦って、おっと右のストレート、マイク・ベルナルド、その辺の反省を踏まえてですね、モーリス・スミス前回のホースト戦は賢いディフェンスやったけど、はい、今日は賢いオフェンスやって勝つって言ってましたからね。その辺のインサイドワークの長けたところがもうベルナルドの、モーリスの一番良さってのはインサイドワーク。そうですね、そこにベルナルドがどこまで踏み込んでいけるか、そのあたりがポイントになるかと思いますが、そうですね、このぐらい上手い選手なかなかいないですからね、ベルナルドもいいのローキックです。長嶋さんはこの試合どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり本当にベルナルド選手のそのパンチ力ですか、はい、それどうやって、かわすっていうか、自分のどういうふうなその攻撃に持っていくのかなってモーリス選手がですね、すごく興味ありますね。モーリスは非常に上手いですからね。左のサイドブローから右を持ってきましたモーリス・スミスです。この左のジャブとかいいですよね。マイク・ベルナルドに距離を詰めさせません、モーリス・スミスの左のジャブ踏み込んでいくマイク・ベルナルド、右の服はこれは空振りです、うまいですね。やはりそのディフェンス、そして駆け引きはさすがというところがありますね、石井館長ね。相手の良さをリスペクトするから、はい、で捌けるんですよね。なるほど、左のミドルキック、一つ牽制を入れます。左のジャブでもう本当に前取ってますよね。右のストレート、モーリス・スミス。しかしマイク・ベルナルドも、もう石井館長、絶対頂点に立っても間違いなくおかしくない選手なんですが、ね、やっぱりファンなんかね、今年こそ、期待してる人多いですよね。そして何よりもそう思ってるのは自分でしょうね、はい、16人みんなチャンスあるんですよね、はい、今年は過去最強のメンバーが集まっているとも言われている98年のグランプリ、その中でマイク・ベルナルドは声を高らかに今年は自分の番だとも語りました。左のジャブ、あのモーリス・スミスの左のジャブにマイク・ベルナルド、どこまで踏み込んでいけるか。まあ、あのレバンナ選手が本当にモーリス・スミスのジャブにやられたっていう感じですね。なかなか踏み込めなかったですよね、そのぐらいのやっぱりうまさ持ってますから、はい、右の服に行こうとしますベルナルド、距離を詰めてくる、左から右、モーリス・スミス選手はものすごく考えてると思いますよ、やっぱ間合いの取り方が主観長素晴らしいなと思うんですよね、モーリス・スミス。うまいですよ、あのフックをね、手前じゃなくて、はい、あの前で受けてますよね、ですからあのマイクがスピードが乗る前に止めてますよね、はい、あの左のブロックうまいと思いますよ。クリンチのタイミングもいいですよね、本当に懐に入るの左のフック、出会い頭だった感じのベルナルドの左のフック、ベルナルドの左のフックが第1ラウンド終了間際に炸裂しました。第1ラウンドは終了です。試合は最終第5ラウンドに突入します。このラウンドで決着がつかない場合はエキストララウンドが2ラウンド用意されております。モーリスが確認しながらポイント取りに来てます。そうですね、首に今回この回は首作戦ですね、首相撲から、パンチは打つまでだけじゃないですね、入ってきますよ、どうしだからこのラウンドを取れば勝てるということで、本人も負けないし勝てるんじゃないかというふうになるんじゃないですかね、その確実に何て言いますか、こうスコアリングパンチを稼いでいこう、そうですね、そういった作戦でしょうか、あちょっとエキサイトした場面もあります。いや、あれは技術ですよ。あ、そうですか、もうわざと攪乱してますね、体力消耗を狙って、ベルナルドらしさを完全に殺してますよね。ニードルをキックも距離を取ってかわします。もうちょっとベルナルド低くなればね、いいんですけどね、ちょっとアップライトすぎるんじゃないですかね。右のローキック、ベルナルドの左足です。いいローキックですね、
ローは効いてきてますよ。あの右のローはいいです。モーリスの上から落としてますから。ベルナルドの左のももが幾分赤くなっています、左のミドルキックモーリス・スミスです。ちょっと考え出なくなりましたね。逆に左のカウンターが入ります。モーリス・スミス、ベルナルドずれられませんね。ちょっと攻撃がもう先に打たなくちゃいけないですね。それだけ長嶋さんうまいんでしょうかね、やっぱりね。そうですね、もう作戦通りなんじゃないですか、モーリス選手はここまで。マイク・ベルナルドが一旦ガードをほどいて、やっぱり相手の攻撃を制するっていうのも実力のうちですよね、館長もちろん、そうですね、左に見せてロー蹴ってパンチ打ってジャブ打って、マイクはちょっと攻めあぐれてる。本当に戦いに行くそうっていうのがもう近くから分かりますよね。踏み込めません、マイク・ベルナルド。右のミドルキック、キックでもなかなか当てられませんね。ここまで石井ラッシュがないですからね、あの懐入るの前ですよ、中でブロックして右のパワークを切りました。必ず一つの腕で抱えてますからね、で片っぽの腕は自分のアームで肘で肩でブロックしてます、はい、百戦錬磨のモーリス・スミスに対して差し物剛腕マイク・ベルナルドもやや攻めあぐんでいるといったここまでの試合展開。試合は最終第5ラウンド、確実にこっちが取ったというラウンドはここまでどうでしょう、石井館長、難しいと思うんですが、うん、ですね、一回ゆっくりと倒れるが、これはどうだ、3号だった、フック入りました、ベルナルドのフック、最後はフックです、一つ当たればね、ちゃんですね、左ですね、ファイティングポーズを取るモーリス・スミス、さあ、ベルナルドはここを攻めどころ、チャンス。終了間際に一つベルナルドがダウンを奪いましたが、ベルナルドもこの表情、ね、まあ、残念ですね、モーリス ね、あの前回でにやっぱりあれだけ戦えるというのはやっぱ、ね、半分まで持ってって延長まで持ってたらちょっと分かんなかったじゃあ本人はもうそういう作戦だったかも分かんないです、その、これは最後のシーンですが左です、これですね、左ですね、ですね、から右のフォロー、第5ラウンド本当にあと何秒か捉えれば、あるいは延長かといった試合展開でもありました。ね、次はだけどモーリスのセコンドにいるフィルですね。最終第5ラウンドまで戦い抜いて決着はつかず、試合は判定に入ります。しかしその第5ラウンド最後にベルナルドが一つダウンを奪いました。判定的にはおそらくベルナルド有利でしょう。そうですね、今のダウンが決定的になったと思います。リング中央判定を待ちます。ジャッジ左練習50対48、赤マイク・ベルナルド、ジャッジ大森利夫50対48、赤マイク・ベルナルド、ジャッジ中川圭介50対48、赤マイク・ベルナルド、最後のダウンですね。判定はやはり3対0、マイク・ベルナルドがベテランモーリス・スミスを下して2回戦進出、2回戦でフィリオと対戦ということになりました。